西村捨蔵明治41年1月14日は、日本の武士、官僚、政治家、沖縄県令、大阪府知事、初代内務省警保局長などを務めた。彦根藩士、彦根藩作事部業、西村又次郎の三男。母親は捨蔵が生まれた翌年に母子した。1857年から4年間藩校行,行動官で学び、1861年。 19歳で、江戸に留学した。母親戦争では、甲州方面、北関東各地を転戦し、流山では、近藤勇の捕獲に立ち会う。1872年藩主、井伊直則の欧米巡行に随行する。1876年政府に入り、大久保利道の推挙により、内務省総任御用係となる。少書機関、県大書機関、大書機関、 諸務局長を経て、1881年、内務省警保局長に就任。1883年、沖縄県令に就任。沖縄県令時代には、北大東島、南大東島の調査に携わり、両党の日本領土編入に尽力した。1886年、内務省土木局長に就任。河川道路の改修に力を入れる。百八十九年、 大阪府知事に就任。特別姿勢が施行されたため、初代大阪市長代行も兼務した。これらの流行や新町の火災、水道建設の要望が起こり、その対応に尽力した。2年強の府知事在任期間には、大阪府立商品陳列所、勝山農学校の創設、木村長と守る表中費の検費などの業績を残した。1891年に第一次。 松方内閣で、農商務次官に、就任、1893年3月に退官した。1897年、大阪筑工事務所初代所長に就任。同年から開始した大阪筑工工事に尽力した。就任から5年後、第1期工事が、ほぼ完成に向かっているとき、病気のため退職。1908年、66歳で死去した。 西村捨蔵堂へはがき、ありがとうございます。